はい、皆さんこんにちは、サンディです。今回はクイーンズレンズさんのカラコン、今回も3つ紹介していきたいと思います。では始めましょう。はい、今回もカラコンを紹介していきたいと思います。で、今回も人生で初めて挑戦してみた色になります。今つけてる色です。ほら、ピンクになります。そう、人生で初めてピンクのカラコンを買ってみました。で、見てもらってわかると思うけど、そう、ピンクだから絶対めっちゃ目立つんじゃないと思って、メイクよりも引き立っちゃうんじゃないかなと思ったんだけど、そう、ね、見てもらってわかるでしょ、ほら、わかるでしょ、結構馴染むんだね、ピンクって、と思って。なんかね、まあ、今ちょっとアップだったからあれだけど、ちょっと引いてみると、ほら、全然本当に自然なので、すごく可愛くて、なんかね、キュートな目になるんじゃないかなと思って、このカラコンも1色だけじゃなくて、なんかこう、なんだろう、スリートン的な感じの色で、なんかちょっと黄色っぽい感じの色も入ってるし、そう、あの茶色っぽいとか茶色っぽい色とかピンクとかが入ってて、すごく発色のいいカラコンになっています。で、つけ心地に関してはすごく良くて、私の場合はちょっと大きめのカラコンって結構ゴロゴロしちゃって、なんかね、まあカーブのあれもあるかもしれないけど、あまり大きいと大きいで私はすごいゴロゴロしちゃうんだけど、このカラコンに関してはすごく密着してくれて、そんなにゴロゴロしない感じ、そうで、いい感じです。なので結構ね、多分14点過ぎてると思うけど、ここら辺にデータ載せておきますね。サイズとか名前とかね、あと下にもリンク貼っておきます。で、今回も届くのにね、やっぱり韓国からなので、そんなに時間かからないです。なので、そう、時間はあまりかからないのがすごくいいなと思っています。あとはなんだっけ、そう、クイーンズレンズさん、今ね、アプリをダウンロードすると、クーポンの方を配布しているみたいで、インスタグラムの方にも、それをね、載せたんですけど、もしよかったらね、クイーンズレンズさんのインスタグラムとか、あとフェイスブックとかツイッターとかをフォローしておくと、クーポンとか割引とか新商品の情報もたくさん更新されているので、そこが一番早くね、そう、情報をつかめるので、新商品とか特にね、たくさん可愛いの出てるので、そこをそうチェックしておくといいと思います。もともと安い値段で結構カラコンを売っているんだけど、さらにそこにクーポンとか割引とかそうやってやったりするので、かなりいいと思います。前回動画をやった時に、もうね、結構愛用してる方もいて、コメントでね、私も使ってましたとか、使ってますとか、いろんな人がね言ってくれて、あ、やっぱりそうなんだなと思って。だって最近結構見るでしょ、広告 Facebook の。だし、それでね、ずっと気になってたの、なんだろうと思って、どうなんだろうで、こんな感じ。今じゃもう本当にね、カラコンはやっぱりクイーンズレンズさんのとこがいいなと思ってて、なんでかっていうと、種類がすごい多いんですよ。一つの色、まあみんなね、どうやって探すかわかんないけど、例えば灰色でブラウンでとか、ブラックでとか、ピンクとか、バイオレットでって探すと、まあそれごとに、なんだろう、ボタンがあって、そこを押すと、もう本当にいろんな種類の、一色のいろんな種類が出てきて、それもね、すごく選ぶ時も悩むんだけどね、こんな感じで今まで自分が使ったことのない色とかも挑戦できるのは、やっぱクイーンズレンズさんのその豊富さ、種類の豊富さじゃないかなと思います。
こんな感じで、他の2色もあるので他の2色も紹介していきたいと思います。はい、これね、同じシリーズだけど違う色になります。こんな感じ、見えるかな。一応ブルーっぽい色、ブルーっぽい色っていうかブルーで、これもちょっと、なんか黄色っぽい感じの色、なんかスリートンっぽい感じの、スリートンっぽい、スリートンのカラコになっています。でこれもすごくね、馴染みのある感じだから、さっきのやつの違う色バージョンです。でこれもすごく可愛いでしょ。結構ね、いろんなメイクに合う色じゃないって思う。はい、で最後この色になります。すごく目立つ色になってるんだけど、すっごくセクシーな感じの目になるんじゃない？でこれは前にね、インスタグラムとかスナップチャットの方で写真を載せたことあるんだけど、ほらバン、この写真ね。で結構いろんな人に、どこのカラコンなの？とかそういうメッセージがたくさんたくさん届きました。でこれはクイーンズレンズさんのカラコンですそう、このレンズすっごくすっごく可愛くて、目がすっごい引き立つ感じ、本当にすっごく目立つ。これをね、使って出かけた時に、これ使った時にすっごいね、なんかいろんな人にね、目をすごい見られた覚えがすごいあって、なんかやっぱ目立つんだなと思って、この色が。でやっぱね、ほら、なんかさ、別に化粧が濃くなくても結構引き立つから、なんか自然とハーフ系、外国人系のメイクになるんじゃないって思って、すごくね、そういう部分ではおすすめしたい色になってます。これは確か違ったかな、前買ったやつの違う色かもしれない。うん、そこに書いておきますね。前に買った色はグレーっぽいやつも結構かなり発色良くて、でこれがね、縁があまりない分すごい目立つ色じゃないかなと思います。皆さんどうですか？3色今回、ブルー2つ買っちゃってるんですけども、ピンク、ブルーの3トーン、そして最後この色、水色っぽい感じ、どれがみんな好きかな。私はどれも好きだったんだけど、どれもね、全然違うメイク、違う雰囲気の目になるし、メイクによってはもうすごく見え方が違ってくるんだけど、今一番正直ハマってるのはこの色が一番ハマってます。その後はピンクと、その2番目に使った色なんだけど、これがすごい今ね、自分ビビビッと着てる色になります。で物によっては使える期間が違うので、そこもチェックしてください。全部が1年じゃないのもあるので、半年のもあるので、そこをチェックしてください。であとはなんだっけ、なんか言おうと思ってたんだけど、なんだっけ、そう、クーポンがねあったりするのと、なんか言おうと思ってたんだけど忘れちゃった、なんだっけな。そうで、最後に言うのもなんなんだけど、今回撮影してるのは後ろの光を使ってるだけで、あとは窓から入ってくる光だけになっていますので、実際の色と全然多分変わらないので、今回はライト、リングライトも普通のボックスのライトも何も使ってない状態で撮影しています。前回の時もやってたんだけど、今回も今回に関してはもう本当にライトなし、YouTuber とかじゃない人とかたくさん見てるし、なんか実際にライト使って撮影する人がみんなじゃないので、今回はライト何も使わないで、実際の色と変わらない感じで見せたかったので、こんな感じで映ります。前回もライトあり、オフ、オン、オフって書いてあったと思うんだけど、それで多分違いが分かってくると思います。ただ今回に関しては窓から入ってくる自然の色、自然の光で撮ろうと思って、こんな感じになりました。そう、
いつもインスタグラムの方にいるので、よかったらインスタグラムの方もフォローしてください。はい、そんな感じで今回はクイーンズレンズさんのカラコンでした。みんなどうだったかな、好きなの見つかったかな。クイーンズレンズさんのホームページと、ツイッターやフェイスブック、インスタグラムの方の情報も下に載せておきます。そしてもちろんですけど、今回紹介した、カラコンのリンク先も下に載せておきますので、よかったら、下のボックス、情報なんか詳細ボックスみたいなのを見てください。そこにいつもね、そういう情報とか、その時に使ったコスメの名前とかそういうの載せてるので、よかったらそちらの方も見てください、チェックしてください。皆さん見てくれてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくね。ここでよ、ここかな、ここだったかなはい、そんな感じで今日は動画終わります。またねー。